今月は11月ですね。もう11月です。今月のサナエトップガントーナメントは US オープンの2018のナンバー2のバージョンでした。すごいキャリーをすごく感じて僕は難しかったんですけども、ボールを特回引っかい一生懸命頑張って、まあ多少はプラスしたかなという感じですね。皆さん素晴らしいボーリングで、素晴らしい、ボーリングをしてまして、プラスしてる人たちも結構何人かいて、皆さん勉強されたんじゃないかなと思います。僕の攻略がですね、テンボードをフッキングポイントに置きまして、最初は、ピットブルーバークですね、こちらの方は最新のボールで、ちょっとテストしながらちょっと投げたんですけども、噛み方が非常に噛んでバックエンドも緩くて、1ゲーム目はそれで200を超えることができまして、まあまあそれなりに合わせられました。その次は、パール系の、リリキロスですね、をちょっと投げてみて、バックエンドを、イサルが合わせて投げまして、ある程度、投げれることができました。スイッチするタイミングですね、アウトサイドからインサイドに変えるっていうスイッチの形をうまく取らないとキャリーにちょっと左右されて難しいコンディションだなと非常に感じました。今は、決勝トーナメントが誰が優勝するか、楽しみでございます。来月です。来月はですね、12月の9日に、サムライトップガントーナメントを行います。なんとコンディションは、スコーピオンを予定しております。12月の23、24には、スコーピオンの、コンディションで、東山とグランドホールで、PBA リージョナルトーナメントが、開催されますね。そのトーナメントに向けて皆さん、ご参加いただければと思います。そして、今月はですね、実は、パット・ノーランさん、ザバキャンプの、ボウリング場のマネージャーさんなんですけどもから、告知がございまして、11月の18日、こちらの日にですね、キャンプザマでトーナメントが開催されます。なんとボウリング場の方からスポンサーで250ドル、もらえるそうです。それとボールが、カッティングエッジ、ハイブリッド、それからメソッド、こちらの方を、新品です。もちろん、皆様に、提供できるということなので、参加費は50ドルです。ご参加したい方は工藤 P まで、Facebook にご案内ください。さらに、25日は、横須賀基地で横須賀のトーナメントございます。そちらも50ドル。予選6ゲームあります。僕も参加します。皆さんご参加いただけますようにお願いします。そこの横須賀も、スコーピオンのコンディションを引く予定です。スコーピオンですので、皆さん参加いただければと思います。さあ最後の告知です。12月の22、23は我々の、中で承認大会の中で大きい規模のスティールオープンファイナルがあります。こちらの方はですね、予選に通過していただいてファイナルで優勝しますと、なんと優勝賞金20万円の他に、アメリカのツアーのエントリーフィープラス航空チケットが申請されます。誰でも夢が、もらえるような大会になっておりますので、ぜひご参加ください。ではまたよろしくお願いします。ニクトース、イエス。